22番のみな、あ、すいません、小泉一馬でございます。原稿読んじゃいました。南長野運動公園総合球技場改修についてまずお伺いします。この事業に長野県が5億円の補助金を支出するとした方針について、曖昧な市町村支援であると補助金の公益性の配慮を書いた報道が一部にあるようです。補助金支出は県の判断とはいえ、本市と当該球技場を本拠地とするサッカーチームAC 長野パルセードに向けられる県民世論に好ましくない影響があるのではないかなと懸念する次第です。県は市に対し補助の理由を何と説明したか、この際県民に明確に説明いただきたいと思いますが、いかがでしょうか。藤沢教育次長。それでは県の、補助金の理由と、それと、市としての説明という部分かと思います。県の方からの説明でございますが、その内容につきまして申し上げたいと思いますが、プロスポーツは、地域の元気づくりの牽引役として、地域の一体感の醸成に寄与するということ、また県域を超える交流人口が見込まれ、その効果は広域に及ぶことなど、プロスポーツがもたらす地域活性化への貢献度に鑑みて、プロスポーツ振興環境整備支援事業補助金としまして、5億円を平成26年度において予算要求したという説明を受けてございます。また本市といたしましては、プロスポーツチーム、AC 長野パルセールをはじめとする、プロスポーツチームを、さらに盛り上げるため、周辺自治体との、連携強化、また広く県民の皆様へのサポーターの輪を広げる取り組みなどを推進していきたいと考えてございます。また説明の関係でございますけれども、J リーグの公式戦をはじめまして、フットボールにおける、トップレベルのプレーに触れる機会をこれからも創出しまして、スポーツに対する関心の向上、青少年の健全育成など、長野市のみならず、県全体のスポーツ振興と、地域の活性化にも貢献できるよう、また総合球技場の管理運営に努めてまいります。これらを通じまして住民の皆様への説明責任を果たしてまいりたいというふうに考えてございます。以上でございます。小泉一馬議員。はい、財源獲得についての市の努力は評価させていただきます。しかし6億円と見込む寄付金のうち集められたのが今年1月時点で約1800万円、県補助金5億円の見通しがついたからと寄付金6億円の財源構成を今後大きく減らすようなことはあるんでしょうか。柳沢企画政策部長。お答えをいたします。6億円の寄付につきましては、財源の手当とともに合わせてみんなのスタジアムをみんなで作ろう合言葉にキャッチフレーズにいたしまして、市内外から寄付金を募ることで AC 長野パルセールの応援機運を高め、そして観客数の増加につなげていこうとする意図目的があるわけでございます。従いまして今回の県の助金、本市として大変ありがたいわけでございますが、補助金の交付の有無にかかわらず、今後ともパルセールを応援する市民の皆様の盛り上がりをさらに高めるためにも、引き続き目標に向かって寄付の募集は続けてまいりたいと考えております。小泉一馬議員。と言いますのは、先月27日の長野県議会一般質問で、市が取り組む寄付の状況が定かでない段階で、県がポーンと5億円補助しようというのは、早計等という議員からの指摘もあったんですね。で、市の自助努力が必要だという主張であります。
加藤市長は経済界等にある豊富な人脈を市のために生かすと公約して就任されました。で、今こそ先頭に立って自ら寄付金集めに奔走されるお友達にお願いする、そういった活動をしていただくべきではないかと思いますが、いかがでしょうか。加藤市長。はい、以上。私も商工会議所の会頭時代に前早稲田市長の方から、今度このスタジオを作るにあたりまして、民間からも寄付は集めていただきたいと、まあ、ご協力をいただきたいと、まあ、こういうお話を聞いておったわけでございます。まあ、市長になりまして、なりましたら6億円というお話を聞きましてびっくりしたわけでございます。まあ、しかしこれはそういう金額があるということでございますので、私も率先垂範は得意とするところでございます。もちろん率先垂範して、やってまいりたいと、まあ、特に今、黒田副市長を中心としてやっておるわけでございますが、もちろん私としても動くつもりでございます。今企画政策部長が申し上げましたように、みんなのスタジオはみんなで作ろうと、まあ、こういうことでございます。また私ももちろんでございますが、議員の皆さんの幅広い大きなこの人脈をまたさらに活用していただきまして、議員の皆さんからもご協力をよろしくお願いします。ありがとうございました。小泉一馬議員。県の補助金が投入されることで一層増すことになるパルセイロのホームタウン15市町村の中核としての長野市の責任であります。それを果たしていくことが県民から期待されていると指摘しておきます。